はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日は2023年の9月15日金曜日ですね。今日はね、9月15ということでハロウィンの初日なんですけれども、今日は今からですね、一周ぐるっと回ってハロウィンの今年の装飾、皆様にですね詳しくご紹介していきたいと思います。今年はですね、ハロウィンの装飾たくさんあるみたいですからね、ぜひね参考にしてください。それでは早速ですね、この辺から見ていきましょうか。はい、まずミラコ通りの上のあたりですね、ここにカボチャがあります。あとこの辺にも何でしょう、シールみたいなものが貼ってありますね。で、両脇にはバナーがあります。左側はミッキーですね。上の方には40周年のカボチャもあります。右側はミニーです。ミラコ通りの柱ごとにカボチャがあります。これはドナルドだね。ブルート、デイジー、チーデー、チーデーかわいい、ミッキー、グーフィー、柱の横の方にはポスターみたいのもあります。ドナルド、上の方にはドリームゴーラウンドって書いてありますね。フルート、チーデー、バルーンレースがお菓子になってる。デイジー、そしてミキヒロ周辺にはバナーがあります。ミッキー、ミニー、このコスチュームかわいい、プルート、ドナルド、デイジー、シーレー、このまんまの前にあるっていうのがまたいいですね。なんか食いしん坊感がある。コロンブス像の真後ろですね、マクダックスデパートメントストアの前のライトのところにガーランドがあります。ハロウィンフェアって書いてある。オレンジと紫色のガーランドです。でもマクダックスデパートメントストアの前だけみたいですね。もうこの辺は普通の40周年のガーランドがずらっと飾られてます。スチームボートミッキーズ前です。柱に装飾あります。フルートとデイジーですね。シーレーとドナルド、なんかめっちゃでかい看板の割にはすごいシュールな絵だね。これソーセージ1本だよね。なかなか面白い絵だね。これレストラン桜前は40周年のパンプキンとミッキーです。かわいいですね。いいね。裏側はミニーとミッキーです。最近はなんかランドとシーで同じデザインですよね。
お化けのやつで、ウォーターフロントパークですね。ここら辺もねちょっとだけ装飾があります。であとはなんかね食べ物とかドリンク系もあります。木箱みたいので作られたミッキーがいます。もうすでになんか BGM 始まってますけれども、夜になるとですね BGM とかライトアップが楽しめるようですね。でここはちょっとまたもうちょっと暗くなったら来てみましょうか。このバナーいいね。横の花壇にはミキミニの木のボードみたいなのがあります。後ろはグーフィーとドナルド。昔よりは豪華になりましたね。まだまだ少ないけどちょっとマシ。横の柱のところにはカボチャと上にガーランドがありますね。カボチャのガーランドだ。なんか入り口のところにカボチャがいます。怪しい雰囲気。夜のウォーターフロントパークやってきました。ライトアップしてますね。下にはライトでゴーストがぐるぐるになってます。めっちゃ怪しい雰囲気って感じ。ほんと立ち飲み場って感じですね。大人のディズニーシーって感じ。夜のライトアップこんな感じです。ケープコットにやってきました。ちょっと暗くなっちゃったんですけれども、ここら辺もハロウィンの装飾ありますね。いいね、ケープコットっぽくて。でもこの舵とかね網とかで作られているので、なかなか本当にケープコットっぽくていいな。この辺には久々にかぼちゃちゃんがいますね。3年ぶりかなここに登場したのは。ね、超久々。巨大かぼちゃもあります。ここにも装飾ありました。ちょこんって乗ってますね。この辺は40周年のガーランドですね。ここもかぼちゃにすればよかったのに。ランドにもあったけどね。でもねこのかぼちゃはねなるべく早めに取りに来た方がいいですよ。後半になればなるほど腐ってきますんで。もう緑色になってね沈んできちゃうんですよ。まだ今日はね初日だからめっちゃ新しいですけど。アントピクズビリッジストアの前です。ライトアップはしてないですけどかぼちゃちゃいます。もう変わった形してるね。食べれんのかなこれ。なんでしょうね。一応これもハロウィンだよね。でも、はい、アントの中でーす。中もちょっとだけ装飾ありますね。豪華とは言えないけど、どんぐりと松ぼっくりだ。ミラコ通りの夜の装飾でーす。かぼちゃがライトアップされてます。横のバナーのあたりもちょっとライトアップって感じですね。後ろのかぼちゃはこんな感じでライトアップされてます。はい、ということで今日はですねディズニーシーのハロウィンの装飾ご紹介させていただきました。多分全種類だと思います。大体ね、他にはね一応ロストリバーデルタとかも行ったんですけれども、まあ、特に装飾はなかったですので、まあ、大きくあるのはやっぱアメフロのあたりですね。であとはまあちょっとだけケープコットの方にもあったかなぐらいです。はい、まあ、決してまだ豪華とは言えないですけれどもね。
まあ、コロナ後の中では一番ある方かなと思いますのでね、ぜひ場所とかこちらの映像を見てですね参考にしてください。はい、それでは終わりにしたいと思います。ジョモジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。